はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、相続順位と法定相続分について解説いたします。で、これですね、分かる方は非常に簡単なんですね。簡単に思えるんですけども、分からない方は全く分からないっていう感じでこう分かれるんですよ。なので、まあ、今回はもう分かる方はこの動画見なくてもいいと思います。分からない方ですね、分からない方はぜひご確認いただければと思います。ルールがあって、そのルールに従っていけば、まあ、答え導けるんですよ。なので、そのルールを頭に入れていただきたいんですね。で、まずちょっとこちら見ていただきたいんですけれども、X さんっていう人がいますと。で、X さんには、配偶者、子供、お父さん、お母さん、また、X の兄弟姉妹。まあ、こういった家族構成だったと仮定します。で、ここでじゃあ X さんが死亡した場合、誰が相続人になるのかと、こういった問題が出題されるんですよね。で、この場合なんですけども、もう結論から言ったら、配偶者と子供が法定相続人となって、まあ、相続するんですね。なんですけれども、それはどうやって考えたらそうなるのかっていうところをお伝えしていきます。まず重要なルール、配偶者がいたら配偶者は必ず相続人です。それ以外に、まあ、子供だったり父とか母とか兄弟姉妹がいた場合、配偶者と誰かが相続人になるんですよ。配偶者はもう絶対に相続人なんです。で、それ以外じゃあ誰が相続人になるのかっていうのは順番がありますよ。で、その順番がここに書いた1番2番3番です。1番が子供、2番が、父母、お父さんお母さん、3番が兄弟姉妹。こういう順番なんですね。で、もう1番がいたら、1番はもう法定相続人になりますよ。2番、3番っていうものはもう法定相続人になりませんよと。相続できませんよっていう内容です。もし1番、子供がいなかった場合、1番がいなかった場合は、じゃあ2番目、父と母。この人が法定相続人になりますよ。で、3番がじゃあ相続人になるときってどういった場合かって言ったら、1番も2番もいない場合です。こういった場合、兄弟姉妹である3番目が相続人になりますよっていう話なんですね。じゃあ、この図の場合どうなるかというと、この場合っていうのはまず配偶者がいるから、もう必ず配偶者、これも相続人になりますよね。で、1番である子供が相続人になって、もう2番、3番は相続人になりません。つまり、ここですね。法定相続人は配偶者と子供ですよ。っていう話です。で、この場合、じゃあ、どのように配偶者と子供で分けるんですか？というと、これが、ここに書いてある割合で分けます。配偶者2分の1、子供2分の1です。で、今回、この亡くなった被相続人、この人は1200万円の財産を持っていたというのであれば、配偶者2分の1、600万円を相続して、子供は600万円相続しますよという話です。で、もし子供が2人いたというのであれば、この600万円を2人で分けるので、300万、300万っていうふうな形になります。じゃあ、もし、これ、配偶者いなかったらどうなるのかというと、この場合は、第一順位である子供が相続人になって、子供が全部持ってきます。つまり、子供が1200万円相続するという話ですね。で、この場合も、子供が2人いるというのであれば、その子供が1200万円を半分ずつに分ける。3人いたら3分割すると。まあ、いった内容となります。じゃあ、続いて、じゃあ、この子供いませんよと。父母いて、兄弟姉妹がいて、配偶者いる。こういった状況はどうなるかというと、この場合は、配偶者必ず相続人ですよね。で、2番いるわけなので、2番が相続人になります。もう3番は、2番がいるわけだから、もう相続人になりません。つまり、配偶者とお父さん、お母さんが相続人になるってわけですね。子供がいない場合は、2番、第二順位である、父母が、法定相続人になりますよ。で、配偶者は必ず相続人なので、配偶者と父母が法定相続人です。じゃあ割合はというと、
父母は3分の1、配偶者は3分の2、つまり1200万円で言うと、3分の1は400万、3分の2は800万、配偶者も1人しかいないので、800万円もらってきますよ。で、お父さんお母さん、まあ、今回2人いるわけなので、この400万円を2人で分ける、つまり200万、200万という風になるわけですね。まあ、これいない場合ですよ。で、もし、まあ、お父さんいなくて、お母さんだけだったら、お母さんだけ400万円持ってきますよ。という話です。で、もし、じゃあ、この配偶者もいなかった。子供いない、配偶者いない。まあ、こういう状況ですね。こういう状況の場合、もう2番。2番が全部持っていきます。つまり、お父さん、お母さんが1200万円全部持っていくので、もし2人ともご健在というのであれば、600万、600万。で、もし1人しかいないと、お母さんしかいないというのであれば、お母さんが1200万、まるまる持っていくと、まあ、いう話です。で、続いて、子供いない、1番いない、2番もいない、お父さんお母さんもいない。で、兄弟姉妹がいるといった場合ですね。こういった場合は、初めて兄弟姉妹が相続人になるということです。で、配偶者も必ず相続人なんで、配偶者がいたら、配偶者は相続人になりますよ、という話ですね。じゃあ、法定相続分はっていうと、兄弟姉妹は4分の1、配偶者が4分の3となります。で、配偶者1人しかいないので、1200万円の4分の3っていうのは900万円です。で、兄弟姉妹は4分の1なので、これの4分の1、300万円です。で、そうすると、まあ、兄弟姉妹1人しかいないのであれば、300万円そのまま持っていくと。で、兄弟姉妹、二人いました。つまり、この X の兄弟姉妹が二人いたというのであれば、この300万円を、分けて、150万、150万になる。三人いたら三分割と、100万、100万、100万になるということですね。で、もし、この配偶者いない、つまり、配偶者いない、子供いない、父母いないと、いった場合は、兄弟姉妹が全部持ってきますよ。1200万円全部持ってきますよ。っていった話ですね。で、全部持っていくんだけれども、一人だったら、ね、その一人が全部持っていくんですけども、二人いるのであれば、600万、600万で分けますよ。三人いたら、400、400、400万で分けるよっていう話です。このように、順番があるっていう話なんです。まあ、優先順位ですね。で、上がいたら、もう、下は法定相続人になりませんよと。上の順位の人がいたら、それより下の人っていうのは、法定相続人になれないというルールです。また配偶者は必ず相続人になりますよっていうルールです。ここをしっかり頭に入れておきましょう。あと法定相続分ですね。ここもしっかり頭に入れておきましょう。まあ、ここ見ていただくと2、3、4ってなっているので、まあ、分かりやすいんじゃないのかなと思います。1番の時は2、2番の時は3、3の時は4と分母がそれぞれ1個ずつずれているだけなんですね。だから1の時に2なんだ、あとはそこから1ずつ増やしていったらいいんだ、2、3、4ってなっているので、まあ、分かりやすいんじゃないのかなと思います。子供が2分の1、これを抑えておけば、じゃあ父母の場合はって言ったらもう3分の1、兄弟姉妹は4分の1っていう風に、2分の1、3分の1、4分の1と、で配偶者は残りっていう風に考えていただければ、この法定相続分も、つまり割合ですよね、どういう割合で分けるのかっていうのも覚えやすいと思いますんで、そのように覚えていただければと思います。で、もし分数計算ができない方、分数計算ができない方、まあ、今回言ったら割り算でいけるんですよね。2で割ってとか、3で割って、これも4で割ってって、やればいいんですけども、もうそれもできない。つまり、もうこの900万、300万とか、800万、400万、600万、600万、こう、これぐらいは半分に分けるだけなんでいいんですけども、3等分とかね、この辺になってくるとこう、わからないっていう方は、もう、この、法定相続分の計算は飛ばした方がいいです。まあ、実際弊社の個別指導の受講者さんにもいました。もう分数計算できない、割り算できない、いました。いたんですけども、その方合格しています。その方はどうしたかというと、もうこの計算問題はもう全く勉強しない。もう飛ばす。他のところで点数を取っていけば合格できるので、ここで、じゃあ分数の勉強しよう、割り算の勉強しようっていうのは非効率なんですよね。これやったとしても、もしかしたら出ない可能性もあります。この分数の勉強だったり割り算の勉強をするってなってくると、まあ、相当時間かかると思います。で、練習もしなきゃいけないんで。まあ、そうなってくると、もうすごく、まあ、効率が悪いんですね。こんな勉強してるぐらいであれば、まあ、こんな勉強って言ったらね、あれかもしれないんですけども、まあ、分数だったり割り算、つまり算数の勉強するぐらいだったら、他の
法律の部分をしっかりちゃんと頭に入れていくっていうことをやっていく方のが点数につながるので、ぜひそのようにしていただければと思います。で、分数計算ができる方はぜひですね、この部分しっかり頭に入れていただければと思います。一回見ただけではわからないかもしれないんですけども、何回か見ていただければ頭に入ってくると思いますんで、頭に入れていただければと思います。で、今回ですね、これ子供とか父母っていうふうに言ったんですけども、これ厳密に言うと、これ子供というよりも直系貴族、直系孫族っていう言い方をするんですね。つまり、これ子供がいなくて孫がいた場合は、孫が一番になるっていう話なんですよ。これも、父母がいなかった場合、父母のお父さんお母さん、つまり祖父母ですよね。この人から見たら祖父母が2番順位になるんですね。なんで厳密に言ったら、これは子というよりも直系貴族、父母っていうのは直系孫族なんですけども、まあ、とりあえず、今回は分かりやすく子供と父母、お父さんお母さんで書いておりますんで、その点はご了承いただければと思います。そして最後に、弊社レトスは現在短期集中実用カップ講座を開講しております。これまで勉強してきたけども実力がつかない。どうやって勉強したらいいのかが分からない。試験日までの計画が立てられない。分からない部分について質問がしたい。忙しくて時間がないけど今年絶対合格したい。もしそう思っているのであれば、短期集中実用カップ講座であれば、今お話した5つの課題全て解決することができます。無理なく無駄なく効率的に勉強していくのが短期集中実用カップ講座です。一緒に勉強して合格を目指しましょう。あなたの受講をお待ちしております。短期集中実用カップ講座はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますんで、ぜひご確認ください。あなたの受講をお待ちしております。